いやー、テレビ朝日ね、腰が引けてますね。ここも結局は洗脳装置に加担してるってことですかね。先日というか夕べですけども、テレビ朝日に NHK 党の立花隆さん出られて、喋ってたんですけども、この大越っていうキャスターがね、発言を遮るように、とにかく言葉をかぶせていって、立花党首の発言が聞こえないように頑張ってるんですよ。サラリーマン仕事として、この大越キャスターも仕方がないのかもしれませんけども、この国民が知るべきことを隠していることに加担していることに、この熟知たる思いはないんですかね。報道機関っていうのは、権力者をやっぱり牽制しないといけない。そんな建前で始まったんですけども、完全に権力者の擁護機関になってますよね。だから私言いたいんですけども、テレビを見ていいことはもう一個もないんですよ。で、テレビを見たら、いい意味でも悪い意味でも洗脳されます。で、結構ね、悪い意味で洗脳されてますね、もうね。テレビが言ったからとかね、テレビに出れるってとかね、テレビに出たんだよって。テレビってそんな偉いもんですかね。少なくとも、テレビじゃない私たち、自由に発信できる時代になって、テレビの価値はもうだだ下がりなんですよ。そこにですね、まだ頭の古い昭和脳の方は、テレビが言ったから大丈夫。テレビって素敵だな。テレビで見れるから、みたいになっちゃってるんですよ。でもやっぱりね、もう多数決の理論が崩れてきてるところで、少数決と言いますかね。私たち一人一人の考え方が尊重されて、それがお互いに受け入れられて、それが共存していく世の中になっていこうとしてるのに、大多数の人が考えていること、もしくは大多数の人に同じことを考えさそうとしているテレビという洗脳装置は、離れているにもう限りますよ。テレビなんてろくなもんじゃないですから。それこそね、思わせたいように発信してるわけなんですね。今回の件でも本当によく分かったと思いますけども、国政政党の党首が言いたいこと言うことすら許さない、なんだかね、よく分かんない権力がそこには存在していて、しかも、大越キャスターをはじめ、テレビ局に関わる人ってのは、それをいいことだと思ってやってるんですよ。ね、矛盾を感じてやってるわけじゃなくて、いいことだと思ってやってるんですよ。先日、ロシアの放送でですね、なんか女性のキャスターが乱入して、プロパガンダをしてるぞっていうふうにね、やってましたけども、あそこに劣るんですよ。日本のテレビ局、特にテレビ朝日は。あんなことをする根性はないでしょうね。いや、ほんと呆れるばかりでございます。皆さん、情報はね、取りに行くべきです。テレビには本当にいいことはないです。私はそう思いますね。動画のリンクから今回の件ご覧ください。